アメリカだからまず大きな離婚物件が出ることと、えー、やっぱり、あのー、そういった特殊な事情でこう売らなきゃいけない方がどんどん出てきます。最近だとまあ経済があんまりいいんで、昔、経済が悪いときは、えー、差し押さえ物件がすごい多いしかったですもう、あのー。お金が払えなくなる、サブプライムローンって皆さんご存知でしょうか、もう名前があれば動物でも貸したという時代がありました、アメリカは。でそれが、えー、大体2007年ぐらいですね、もうクラッシュしてしゃいまして、最悪な時代になりました。 そして皆さんにグッドニュースがあるのは、そのサブプライムローン第2弾が実はしっそりスタートしてたんです。それが3年前の話です、アメリカで。これ、大きく発表はされてないんですけど、3年前にサブプライムローン再開してるんです。アメリカ人で懲りないんで。で、その3年前、懲りないサブプライムローンがスタートしたんで、ロバート・キ授スもそうですけど、僕の読みは、大体サブプライムローンがスタートして5年後にクラッシュします。ということは、アメリカ不動産、今、大変なバブルになってるんで、これはやばいぞと僕は思ってます。 僕の予想は、えー、と2年後ぐらいにアメリカ、不動産クラッシュするんじゃないかなと期待していますなぜ。なぜ期待しているかというと、私は全部あのアメリカ、今、投資を全部プレーンのに集めちゃったんで、3年前に。今度はカリフォルニアにいつか戻りたいんですね。でカリフォルニアっていうのは非常に私はスパイクと言ってるんですけど、スパイク現象が起きます。このスパイクっいうのはまあ文字通りこのスパイクですね、突起なんですけど、これは価格が異常に上がるわけです、短期の間に。 でカリフォルニアっていうのはもう誰が見てもビーチがありますし、すごい綺麗な場所しかないので、そのスパイク現象が起きるのは、一番ボトム、底値で買うときですね。底値で買うとスパイク現象が起きて、みんなが戻ってきますから、そうするともう数年で数千万というふうに言われています。なので、そのカリフォルニアのスパイクを狙うためには、一回カリフォルニアがクラッシュしなきゃいけない。でクラッシュが一番早いのはカリフォルニア州です。あとフロリダ州、もしも,もたれたら気をつけてください。一番クラッシュが早いのは外と思ってください。アメリカの海岸沿いがクラッシュが早い。 中はクラッシュが遅いんです。なのでテキサスはクラッシュが遅いです。理由っていうのはみんなが素敵なと思ってないんで別にあの好きでもなくかわ,わされてるだけだからスパイクは起きません。しかもただしクラッシュもあんまりしにくい場所なんです。みんな会社があるんでいさせられてるだけなんでしかも有料給与が全部集まってますから経済にも強いというふうに言われています。で学校データなんですけどこれ必ず20の今日数字を覚えてください。 数字が出ます。でアメリカ、さっき言ったように、成績が全部総合的に評価されて、10点満点で数字が出ますので、必ずこの数字の学校データを、えー、例えば5、5、5だったら15ですね。これだとアウト、買わない方がいいです。20ポイント必ず小中高でポイントで足して、例えば7、7、7、7、3、21。これ OK ですね。で、例えばその複合パターンで5、10、10も当然 OK。 25なんで。ということで、必ずこの小中高の数字が20以上のポイントが大事です。ただし、この4以下は絶対に買っちゃだめです。今度は治安とか属性が急に下がります、ぐっと。で、属性が下がるってことは、みんなが欲しくないんで、結果的に集まらない、テナントも、空室リスクも高いというふうになります。だから必ずその、すべてが最低でも5以上、そして総合ポイントで20以上やると、非常に安定した数字になります。 で必ずそのレッドフィンを見るときには、えー、写真をチェックしてください。写真が全部撮ってますんで,で、一番最初に大事なのはプールです。プールは絶対に買わないでください。プール物件持ってたらすぐ早く売却した方がいいです。こなんでしなきゃいけないかっていうと、プールを持っているとテナントさんがオーナーを訴えてきます。なので、皆さん、もし個人名義で持たれたら非常に危険なので LLC ぐらいにしといてください。ローンしてたら l LC l できませんが、もし現金で買われているプール物件を持っていたら、必ず、l、LC、えー、合同会社ですね。 日本でいうそれを作ってくださいこれ、簡単にできますんで、大体10万円でンオンラインでできますから、簡単にできちゃうんで、それで LLC を作って、プロテクション、保護してください。そうすると、訴えられたときには、会社が訴えられて本人が訴えられません。アメリカってのは訴訟の国なので、例えばみんなマクドナルドの話、ご存知でしょうか。これあの、コーヒーをこぼして、やけどしたっていう、で、えー、約100億円の訴訟になった話なんですけど、これ、実際の話っていうのは、アメリカ人のおばあちゃんが、 ドライブスルーーーででに挟んたたコーヒーをこぼしてただ,けだけなんですよあれだから、はっきり言ったら言いがかりですよね、あれ。それとかね、マイクロウェーブに猫を入れて殺して、マイクロウェーブを訴えて、電子レンジで会社を訴えて、お金を取った人もいるんです。そしたら、猫を入れちゃいけないって書いてないじゃないかと、これには。ということですよ。なので、アメリカっていうのは非常にみんな逆ギレ社会です。で、言いがかり社会です。だから、オーナーはきっちり自分のことを真剣に守っていかないと、大変なことになっちゃうので、気をつけてください。 なので、プールは非常にその危ない物件です。もうとあの訴えられるポイントが多すぎるので、例えば溺れて死んだらオーナーのせいだって言ってくる可能性も出てくるわけです。なので、プールがあったら非常にダメと。でさらに私はこれあの、私の用語なんですけど、ワオ感。 オーナーナというふうに呼んでいますこれ何なのっていうことなんですけどワオ感っていうのはワオっていうまず純粋にこうびっくりすることなんですけど何か付加価値豪華なクラブハウスがあるとか小学校が目の前とかそういったワオっていうようなものがあると非常にキャピタルゲインが出ます何でかというと例えばね具体的に1個あるんですけど私がある物件を持っていてそれでそろそろテナントチェンジしたいからそろそろ出てってくれるってお願いしたら月3万あげてもいいから差しくれって頼んでいくるんですよ それはなぜかというと、目の前にプールがある、目の前に公園がある、もうこれを離れられないと素敵すぎて、なので自分で家賃を上げてもいいから、いさせてくれて言ってくれるんですね。これは和保感があってこそなんです。なので、一旦ちょっと最初はゆっくりあの家賃を低く下げたとしても、その和保感さえあれば、ぐっとキャピタルが上がります。インカムゲインですね、この場合、インカムゲインが上がっちゃいます。さらにオーナーこれも重要なんですけど、これも大事なイン,カムインカムゲインのポイントなんですが、 物件に入ってですね大体その感じるんです、この気を別に霊能者じゃないんですけどやっぱ入ったら大体分かりますよね、このオーナーがあーこんなに細部まで気をつけてやってくれたんだなとそのオーナー愛を感じるか感じないか私、数値で大体出して皆さんにお伝えしてるんですけどオーナー愛10オーナー愛0ですとかそういうふうに言うと後で修理する金額がぐっと変わっちゃうんですねこれ、物件ってやっぱり結構生き物なので実は蓋開けてみたらうわ、配管がダメだめだうわ、屋根裏がダメだめだ もううわこのキッチンの下がダメだとどん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 ん問題が出てくるのが多いです。なのでこのオーナー愛があると細かいところまで気を使って大事に育ててくれたんで当然細部にわたって修理をしなくてもいいというふうになっているんでこれはちょっと写真では出ない現地のエージェントでしかわからないのでもしあの現地のエージェントが使われる場合は必ずこのオーナー愛があるかどうかをチェックしてもらおうというふうに言っていただいたらよくわかると思います。でさらにま先ほど言ったように小学校歩いていけるとかこれも大事なのはアメリカ基本的に車社会です。 電車が全くないんでお父さん、お母さんが毎日車で送り迎えしなきゃいけません小学校なんかが例えば子供が3人いたら大変ですねもう送り迎え小中高行っちゃったら小学校行って中学校行って高校行って全部送ってあげなきゃいけないんですそうすると小学校が歩いていけたらどんなに楽か生活が全然変わるんですもうなのでもう目の前だともう置、はい、いておいでって言ってもう行けるんで治安があのいい場所でしかも小学校目の前だともうテナントさんが10年とか切れないような物件になっちゃうんです。 そういうい意味で小学校が目の前にあるっていうのは非常に大きなことだと思ってください。でさらに、おっしゃったようにあの車社会なんで、えー、フリーウェイって必ず10分以内にフリーウェイっていうのがありますこれ残念ながらあのカリフォルニア州とか他のアメリカの州はほとんどフリーなんですけどテキサスはなぜか、えー、っと有料道路です、これ結構お金取られちゃってるんですけど、えー、いわゆる有料道路、まあ、その高速ですね、それが10分以内に必ず行けるっていうふうにしないとそれは非常に不便です。 なので、必ずこれが近いこと。で、先ほどあのお話しさせていただいた学校データ、これどうやって見るかというと、ここで数字が出ます。この左のやつですね、この緑のレッドフィンだと。888で8324で、これは合格ですよね。で、さらに、このレビューが細かくついてます。これ、すごいのは、もうお母さんの口コミ情報とか、えー、学校の毎年の共通一時のデータとか、そういったものを全部集めて数字を作ってるんで、かなり細かいデータです。グレートスクールドットオルグというサイトがあるんですけど、そこからきちんと取っています。 でそこと今度はあの青の方に行きますがで、こちらの青の方のデータ、えー、必ずその過去の10年のデータがありますので、それを見るようにしてください。グラフの変動がありますので、それでちゃんとキャピタルが出てるかどうか、そこできっちり確認することができます。で最近、ね、このジローが買えちゃったので、賃貸価格が見えなくなっちゃったので、えー、とちょっとそこはまた後で後ほど回避する方法をお伝えします。過去10年のこの物件の推移、これ、サンプルですね、こういった形で出ます。 ここ本当は前は賃貸価格がこのレント・ゼスティメートっていう形で月いくらですよということでキャピタルのインカムゲインの計算ができました。で、ここの金額ですね、こうやってきちんと右肩あたりになってるか、これがこんなに下がってる状態で買わないようにするっていうことが大事です。で、3つの数字がありまして、下の一番薄いところが死、フリスコ、ここですね、フリスコ死ですね、これの場合は。で、次が、えー、郵便番号。こっちです、これが郵便番号。 で一番下の濃いところがこの家そのものの価格のひっということですね。この3つをきちっと抑えればかなり硬いと思います。で先ほど言ったその警察の生データ情報、こちら、トゥルリアというのがこのあれなんですけど白なんですけど、左が市販の良い例ですね、もう薄い青、これが危険なエリアのところですね。で悪い業者さんだとこういうところでっちゃう売っちゃうんですよね、たくさん。 なので、必ずトゥルリアで裏を取って、そこが危ないところなのか、どうなのか、こんなんでもうすぐ分かっちゃうんで、非常に危険なサイトです、これは。決してあのセミナーで見ないようにしてください。もう少し物件のテクニックをお伝えします。先ほどの和王館とかオーナー愛、それにさらに付随して、キャピタルゲインにとって大事なポイントがあります。これが、近くにきちんと大きな有料企業があるかどうか、例えばスターバックスですね。 トレーダーダ上、これ、皆さんご存知じゃないかもしれないですけど、オーガニックの非常にこういう有名なスーパーです。トレーディさえあれば、皆さん、有意義に安くえ過ごせると、美味しいワインも200円で買えますから、非常に有料なスーパーがあります。さらにホールフーズ、これ、アメリカのテキサスのオースティンが実は本社なんですけど、オーガニックですね、最近ではやっぱりえ無農薬、オーガニックのやっぱり野菜とかそういうものを買えるスーパーが人気です。 えー、やはり種の問題というのは今いろいろ問題になっているんですけどいい種をきちんとおいしく体にいいものを食べるためにはオーガニックフードを食べなきゃいけないということで、このいう物件が必ず15分圏内にあるというのが重要です。だいたい20分以内だといいですね、30分だともう完全にアウトです。だいたい20分以内にこういったものがある、本当理想は10分以内です。10分以内にこういった私はほとんど10分以内に3つのお店を集めています。 としてはあの考えなきゃいけないのは、テナントささんんがお客さんですね投資家は必ずお客さんはテナントさんなので、そのテナントさんが気持ちよく長くそのお金を出してくれる物件かどうかというのを見極めるためのポイントです。もう一個のポイント、えー、これは簡単なすぐ見分けられる方法です。えー、新車が、えー、路駐してるか、これ路駐が大事なんですけど、路駐で新しい車が路駐してたら OK、汚い車が路駐されてたらアウトというふうに考えてください。これは最近は Go マップ Google ストリートマップですね、それでよく見えますよね。 えとそちらできちんと物件を見て、なんかちょっと変な車置いてないかなっていうのは見たらわかります。車っていうのはわかりやすいあのお金の治安のレベルのサインです。でこちらはあのミーガン法っていうんですけど、えー、セックスオフェンダーっていうんですが、こちらはですね、えー、性犯罪者情報をアメリカでは全部公開しちゃってます。こちら、顔つき、写真付き、電話番号付きなんですね。 そういった細かいデータがこのクリックしちゃうともう本当もう凶悪犯の顔がバーンって出てきちゃうんですけどだから今日は出しませんが動画を撮っていらっしゃるのでここで押しちゃうとボーンって出てきちゃうんです。ここであのこういったあの旗がいっぱい立っている人がここら辺の家近くのご近所さんだとちょっと危険ですよねであんまりこれ神経質にならないようにしてくださいこちらがもうちょっとまああの本当石を投げても届かない距離にいたら大丈夫ぐらいで思ってくださいこれがもう本当石投げても届く距離にいたら危険だとぐらいな範囲ですそれぐらいアメリカも多いんでもうこれ極端な話もうこれは避けられないんで。 あのミーガンズって僕ち言呼んですけど、ミーガンズは避けられないということなんで彼らからまあ逃げることはできないんですけど、ある程度回避をすることができる。ご近所さんも本当に石が届く距離にいたらアウトという感じですね。で、これミーガンデータじゃどうやって見るかというと、これが悪い日系企業が売る物件です <laughs>。この某大手の日系企業の悪い物件のところはこういうところをうんですねこういうところを見つけたら、でも完全に旗こうい,っぱい集まってるんですけどでこれちょっと小さくなって見えないんですけどここに実はまあ あれが書いてるんですね。その性犯罪者のレベルが、レベルチェックもで入ってて、H がハイ、はい、危ない、最も危険な性犯罪者、L がロー、最もまあ低い性犯罪者。これ、一番受けるのが真ん中が M って書いてるんですけど、<laughs> M は理想的な性犯罪者、もモデレイとってみいんですけど <laughs>、理想的な性犯罪者、どういう性犯罪者かっていう,ふう感じがしますが、まあ、アメリカらしい、ちょっとアメリカンジョークかなと、私は受け取っています。ということで、モンハンシみたいなもんですね。 そのき,ちきちんと、まあ、今は割り過去は悪いことやっちゃったけど、まあ、今はしっかりちゃんとルールを守っている人間がいますということでちゃんと旗をつけてくれてこの危ないレベルを教えてくれますで。これが治安のいいところですね、これ旗じゃなくてこれ家です。なのでもう家周り誰もいませんよと、こんなふうに集まってませんよと、まあ、これは非常に危険なパターンです。でこれ、価格の、まあ、基本的な、まあ、大体のおよその,あの感覚なんですけど感覚的に必ずこの連動します。 シリコンバレー、ハワイが例えばおよそ 1LDK が 460K で動くと大体その4分の1ぐらいがダラスです、常に。でもこれがまたどん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 金額が上がっちゃうとダラスも一緒に上がっていきます。でダラスは、まあ、大体ロスの3分の1ぐらいです。だからロスよりも高いのがシリコンバレー、ハワイ。で、ロスよりも3分の1がさらにダラスという感覚ですね。で、これが先ほど言ったの10131についてのお話なんですが、 こちちらはですねちょっとよく勘違いするんですけどロバートさんのこの本に書いてます。だって4ページぐらいに書いてるんですけど彼はもともとアリゾナ州の物件を買ったんです、最初に。戸建てを買って、それで1031を使って再投資再投資永久、繰延方式を使いながら最後、マンションにして月100万のインカムゲームを得て上がったと彼は言っています。 でその話を本にして、本が大ヒットしてゲーム作ったという、もともとゲーム会社だったんですけど、ゲームが売れなくて本を作ったと。でも彼は不動産投資家なので、このテンサーティ t ンを上手に使いました。これは永久繰り延べ方式ということで、回数無制限の方式なので、でこちらですね、日本の方、今回、実はあの全くあの僕今までは LLC だけでやってきたんですけど、個人でやってみたところ、成功しました。なので、日本人の個人の方もぜひ活用できるんで、使ってください。これ、もう一個成功で作ったんで。 え必ずその1031をすると、1031、これやり方の大事なポイントなんですこれみんな勘違いするんですけど、同等かそれ以上再投資、僕、最初これ見たときに、じゃあ、どん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 高くしなきゃいけないんだって勘違いしたんですけど、高くしなくていいんですね。例えば、これの場合は2700万で買うじゃないですか、それで1300万上がりました、4200万で売却しました、これ出ちゃいますよね、利益が。で、その出た利益を、とにかくポッキーに入れないで全部再投資したらいいんです、物件を分けても。 だから例えば1件を2件にしても OK とにかくポッケに入れないで全部出しちゃえばいいとで少し若干余りとか出ちゃった場合はそれをパーシャル1031っていいますでその分だけちゃんと税金納めたら残りは税金納めなくていいという方もできますでこれで最大に重要な問題っていうのはこの1031これ使える人と使えない人がいますこれはなんでかっていうときちんと使う方法がありますでこの方法っていうのは必ず売却する前に 10131ーーの免許を持っている方に連絡をしなきゃいけないんです通知をで通知をして1 0ィ3ン今からしますよこれから売却1011をーー使ってしますよって通知をしてちゃんと承認をもらわなきゃいけないで最初にで最初に承認をもらってそこから売却して次の買う物件を選ばなきゃいけないんですけどここでそ次の難関があって、えー、購入してから45日以内に選定をして物件だけ選んで180日以内に エスクローをクローズしなきゃいけないといろいろあります。なので必ずそのすぐ売ったらもう45日以内に物件を決めないとアウトなんです、それ、もうタイムアウトということです。で、そのタイムアウトならないの45日以内にっさっきしっかりと選定して、その先ほど売却前に登録をした1031の会社に通知をして、買うときも1031を使って、その会社からお金を出してもらおうというふうになります。だからお金がその会社が預かるという形ですね。そのお金が預かっている会社があります、1031会社が振り込むと。 いう形でが完了でそれで今度は税金を納めるタックスリターンの時期にその承認書を見せて私は1031を使いましたのでキャピタルゲインを払わなくていいですと税金を申告をすればそこで OK です日本人の個人の方も使いましたなのでぜひもしこれがやられる方はどんどん活用してほしいと思いますこれ非常に有効な方法です キャピタルゲインどん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 繰りーべできますから出たり利益を確定してしかも多種でできますからハワイ州でありテキサス州でありカリフォルニア州でありどこでもできますアメリカではだからどん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 それで日本の円には戻さないようにしてドルのまま再投資してくださいでさらにアメリカで銀行を作るのは非常に私は有効なのでおすすめしますこれはあ,のある程度あの軽く言っちゃいますけどあの例えば日本の税務署の方がいますその方はアメリカと日本っていうのは違い違い保険ルールとあるんです だから日本の税務署の方はアメリカの方にタッチできないです。できません。アメリカは全部拒否する国なんで、すべての国を入ってくることを禁止します。なので、アメリカに1回ドルで持っておけば非常に保護になります。なので、そういった意味で、そういった保護協定みたいなのがありますから、きちんとそのアメリカで、えー、ドルがあれば、アメリカの口座で必ず持つようにしてください。で口座に関しては、えー三井あ三菱銀行、三菱銀行でユニオンバンクが作れます。 こちユニオンバンクの方はアメリカの銀行でカルフリフォルニア州にある銀行で、えー、三菱銀行に行くとアメリカに行かなくても口座作れますのでそれがまず一番の選択肢もし旅行に行くんだったら、えー、きちんと事前に現地の方とコーディネートしてもらわなきゃいけませんが私の場合はバンクオブアメリカというアメリカの会社がありますそこが非常に使えますねでそこに使うとセブンイレブンのカードで下ろせます なので、セブンイレブンの ATM がありますから、そこで降ろせちゃうんですね。だからそういったやり方でやるほうが、むしろ僕はバンコオバアメリカのほうが推奨したいです、個人的には。ユニオンバンクのほうが作りやすいですけど、もし持てるんだったら、アメリカでの銀行を持ったほうがいいですで。そこできちんとインカムゲイン、家賃もそこに入れてもらえばいいですし、家賃も入れやすいんですよねあの。バンコオバアメリカのほうが。これあの、ZILE っていうサービスがありまして、あのアメリカではそのアプリでもう遅れちゃうんですよ、お金。でそれ無料で遅れちゃうんで、お金を。もう、あの送金代ゼロなんですね。 バンカメ同士バンカメ以外もそうですけど、この事例アプリっていうのがあるんですけど、それ使うと送金がもう無料なんで、そういったテナントがはは払いやすい銀行の方がむしろいいんじゃないかと思います。で、私がまあ一番最初にまあテキサスを、えー、選んだ理由を簡単にもう皆さん、今、現地にいら,しいらっしゃってないんで、えー、お話しますと、まず DFW エアポート、こちらがですねアメリカン航空の実は本社なんですね。で、アメリカンは大体、えー、1日3便あります、日本から直行便です。 え大体えとこっちから行く場合11時間帰りは13時間で非常に長くて結構辛いんですけど JAL 便もありますので JAL 便は1日1便ありますので毎日運行中ですで。もうすぐにアナが今交渉中でこれが羽田便ができるという噂もあります。今交渉中だしいす一番最初に私がもうご案内するのはこのショッパットレガシーというモールなんですけどこれは73のレストランが入っていて週末は大行列ができる大にぎわいなエリアです。 こちら、トヨタのの駐在の方が皆さんランチをここちちららで食べるエリアになっています。こちらサービスアパートメントというのがいろいろありましてもう酔っ払ってお酒飲んでもすぐ帰れるようなところが近くにあるんですねで。ここを買い占めたのが先ほどの言ったトヨタのグループが買い占めました。でそういったことできちんと社員に貸して還元をするという形になっていますね。 でレガシーウエスト、こちらが今、最近できたショップアップレガシーがちょっと一般派だったらこちらは高級派のエリアとなっています。テスラのショールームとか、えー、高級ショッピングモールですね、高知とか高級ショッピングセンターがずっともうすごい高いのばっかり並んでます。で、ここに今、コンドミニアムをどんどん建てて、ヤングエグゼクティブって私呼んでるんですけど、いわゆる,、えー、いわゆるもうヤングリッチの方がみんなここ住んで、えー、毎,毎晩パーティーをやっています。 でトイタの本社、こちらがですね今出来上がっているんですけど、えー、10個のスターバックスが中に入っています。この間、見学させてもらって行ってきました、えー。10個のスターバックスの中に入って、車内には病院、高級ジム、そして、えー、日本のコンビニもあります、三つわコンビニエンスストアということで、三つわの出店まであって、24時間お弁当も食べられるというような施設になっています。この近くにですね北に行きますと、えー、ノースタラス・リー,オーちょっとやや北に行きますと、このフリスコという街が現れます。 フリスコの方フォードスタジアムという、この大きな、えー、アメフトの球場なんですけど、ダラスカーボーイズの本社が、えー、ここに移住しました。もともと下のアーリントンというところに今も球場あるんですけど、練習場と本社をこちらの方に移動して、今、ここが話題になっているのは、全米で初の AI タクシーが今スタートして、今、運行中です、鉄道運行中です。もう数ヶ月後には、本当、実際にも人も乗全く乗らない状態でここでスタートする。 でテキサスがすごいのは、こういった新しいルールをどん,どんどん採用してくれる州なんですね。なので、新しいことをどんどんトライできると。今のこのもうすぐ、ウーバーの空飛ぶタクシーですかあのこれも今、テキサスでできる予定ですで。近くにこのトヨタがあります近くのところには、本社通りというのがあります。この本社通り、実はその先ほど言ったように、テキサスというのは日系企業が来て、日系が強いねってイメージがありますけど、実際は、 最近は正直なところそうでもなくなってきてます。で、そうでもない理由としてはアメリカ企業がどんどんそれをきっかけに入ってきまして年間ですねだいたい四五社本社機能が移動しています。で、三年間過去でだいたい十、えー、数社二十数社動きました。 あるのは例えば JC ペニーでしたり、このフリートレイ、このよく見るかける、ポテトチップ、ジャンバジュースというジュース屋さん、キューリクというコーヒーメーカー、インスタントメーカー、エリクソン、NTT データ、日系ですね、ドクターペッパー、ピザハット、イントゥイット会計のクイックブックという会社、これが揃っています。でこれも巨大な会社だけでもこんな土地があるんですね。で今もキャンパスと言われている土地です。日系企業もあの3年前から来て盛り上がっています。こちらがです、ね、三つはがヤオハン えー、倒産しまして、三つ葉という日系今の徳島県の商社の方が、えー、経営している会社です。こちらが日系スーパーで。さらにくら寿司、こちら3店舗を同時に作りました。フリスコ、キャロルトン、プレイノとで行列ができています。こちらも大人気、えー、チェーン店ということですね。ダイソー、こちら3店舗をだらすだけでできました。紀ノ国屋ですねかあの、他の州ではどんどん潰れてるんですけど、2店舗同時にオープンしています。こちらキノクニアは今アニメショップになっててまして 今、日本のアニメ、非常に人気が高いので、そういったグッズの販売しているお店になっちゃってます。でもう一つ、これ、注目しなきゃいけない、非常に重要なポイントがあるんですけど、インド人の数です。これ、インド人が来ると、不動産バブルが起きるというふうに言われています。で、インド人っていうのは非常にリッチの方が多いので、えー、ここのリッチというと、まあ、名前の通りなんですけど、ここのところなんて年間10万ドル、1000万ずつ上がってます。で、なんでこんなに上がるかっていうと、ほぼ100%インド人っていう街です、ここは。 でその中には全部小中高もあります。なので、もう中に出ないでもう全部過ごせる。で、近くにはアイコード、アイニンジコード忍者っていうんですけど、プログラミングの塾がどんどん出来上がってまして、このインド人の数が増えると、彼らが数が増えると、物件の価値が上がると言われてます。それが一番分かりやすい例は、シリコンバレーです。シリコンバレーはインド人がすごい数が増えてから物件価格が上がってます。で、今、テキサスの特にダラスでは、インド人増加現象が起きています。私もテナント募集したら、非常にこう、インド人の あのカレーの香りをする方が多いのであの大体その方だなっていうのが分かりますねでそういった感じでどんどんそのインド人の数が増えてるのは物件価格に影響しますで最近はインドのお寺まで末期にできちゃいましたのでこれは来る波が来るぞという感じがしますでダラスの GDP これ見ていただいたらまあ一目瞭然ですが年間4%ぐらいでもどん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 上がってきています15年で見ちゃうともう約2倍になっちゃってますね まあそういった右肩上がりで安定しているエリアということで、さらに東も西も、これ真ん中にあるんで、日帰りできちゃうんですね。アメリカっていうのは端っこから端っこまでたい6時間飛行機でかかります。車で行くと、えー、約このカリフォルニアからスタートして20時間かかって、あ、10時間ですね、10時間でテキサスに到着するんですけど、さらに10時間かかってドライブしてもまだテキサスです。真ん中です、ちょうど。だテキサスの端っこから端っこまで行くのに約20時間かかります、車で。だそのぐらい大きいとこなんですが、真ん中にあるんで日帰りも。 でさらに時差があるんですけどニューヨークとは1時間差カリフォルニア州とは2時間差なのでカリフォルニア州の人からするとこっちが3時間離れちゃってるんで結構きついんですよね仕事そんのがだけど真ん中だと仕事がしやすいんで金融も集まるニューヨークとも仕事がしやすいしカリフォルニア人も仕事がしやすいんでそして結局本社機能がここに集まるというのが理由ですでさらにクラッシュが起きるとカリフォルニアとフロリダが先にアタ,、ね、アタックされちゃうんですけど真ん中は被害が少ないんで本社は真ん中を好むというのが理由ですね でこちらのが雇用率の推移なんですけど、今、ダラス、どんどん上がってます。これはやっぱり本社機能がどんどん年間12社っていうこと形で移っているのが理由ですね。だから、その1回はちょっとアマゾンも候補になったんですけど、今回、ダメでしたが、IT 系の会社が続々とこっち来てますんで、最終的にはアマゾンもまた第6本社ぐらいで作るんじゃないかなというふうに思います。えー、そして4つの市、私が今、力を最も入れている4つの市なんですが、えー、プレイのフリスコ・マッキーニ・アレンです、一番は。 でこっちら4つ、一番硬いと思っているのは、やはり、えー、トヨタのところのエリア、これ、大体1万2千人エリアといわれるエリアがあるんですね、えーっとここかな。ここのちょうど真ん中がトヨタの本社なんですけど、カー先ほどのダラス・カーボーイ、NTT データ、フェレックスの本社、えー。ということで、ここだけの交差点だけで1万2千人の雇用が生まれました。この1万2千人雇用のエリアから、だいたい北に、えー、全部の方向に30分が貝です。 30分圏内に道路交通で車で30分以内のところでしたら今はほぼ硬いと思ってください。これは30分超えるとアウトですで。なぜアウトかっていうとテナントさんがみんな必ず30分で聞いてきます。それはです、ね、いわゆるその日本でいうと駅近く5分って思ってください。10分以上超えるとちょっと遠い感じがしますよね。それと同じです。アメリカ人は車が30分以上かかるとちょっと遠いなっていう感覚がありますので必ず30分以内に収めるようにしてください。 でまあ、そ,のそういったが来る本社の一番のまあ理由は最も適している、もう皆さんが家族が住みたいエリアであることが理由ですね。えー、学校もレベルが高いとで。やっぱり家族がみんな最もこう住みやすい、住みたいっていうエリアになっているんですねで。これは先ほどの言った新幹線ですね。2022年に開通一応予定で動いていて、次は、えー、オースティンとこれ三角形でまあ結んで、経済を発展させようというのが理由ですで。こちらちょっとおまけ情報なんですけど、えー、今、ハイパーループ1ってご存知ですかね。 テスラモーターが今新たな筒状の電車を作ろうとしますこの例えば書類とかシュポーンってこう飛ばしますよね真空であれの,あの電車版ですでこれを今作ってるんですけど今約数年間で承認降りると言われてましてこれができると新幹線の半分ぐらいでついちゃうという,うに言われていますただし安全面に一番問題があると言われてるんで今はテスト人間でテストして成功したらいずれ実用化と言われていますそうするとダラスのヒューストン間で ちちょうううど20分でついちゃうといいいゃと恐ろしい数字になっていますで、まあ、ウォールマートもどんどん,どん,どんダラスに今、進出してきて今スーパーマーケットになっちゃったんですね、あれはスーパーマーケットウォールマートができました、これも進出してます。こちらがまあ投資のシミュレーションなんですけど、えー、と私が今やってるエリア、大体、利回り的には4%から5%インカムゲインで回っています。 でキャピタルの方は大体年間7%パーから10%パーで過去3年間実績で動いています。で、物件の方ですが、やっぱブレイの一番狙ってますよね、プレイのが一番多いですね。で、プレイの中心にフリスクを末期にというふうに集めています。で、例えばこの公園の中に焼酎を集まっているような物件、こういったエリアをきちんと買うようにして、ワオ感を高めたり、そのトヨタの本社からちょっと全部に30分の圏内にしたりとかいうふうにやっています。 でここでまあちょっともうそろそろ、え。ー